風雲維新大将軍は JC スタッフと ACGT の制作による日本のテレビアニメ作品。2014年4月から6月にかけて東京 MX 他にて放送された。本校では全身にあたるメディアミックス企画演歌王道大将軍についても記述する。企画、原案は CAT シットアン、ザ・アニメーテッドシリーズマイナスの笹原和也、監督は フリージング、一気当選、スレイヤーズの渡辺隆シリーズ構成は、公共紙幣エウれかセブンの佐藤大、キャラクター原案は、山下俊也、キャラクターデザインは、飯島博史なり、メカニックデザインは、ニトルプラスの石渡真子と、アニメーション制作は、JC スタッフと ACGT が担当する。古来から巨大ロボットが存在する、パラレルワールドの江戸時代後期、黒船来航が、 巨大ロボットによって失敗したために明治維新が起こらなかった日本で童貞の主人公が巨大ロボットと共に織りなすヒロインとの恋愛活劇を描くアニメーターの手書きによる人物と 3DCG によるメカを組み合わせる点では2014年の同時期における他作品とほぼ同様であるが前者については他作品と異なり動画枚数を極力抑えて止めに口パクや パンだけで済ませたり、モーフィングで変形処理している部分が散見される。キャッチコピーは、童貞だから、天下一の男になれるんだ。インターネット上では、笹原が取締役を務めていたアニマのメディアミックス企画、演歌王道大将軍が前身であることが指摘されている。詳細は、演歌王道大将軍を参照。なお、2016年4月1日には、 笹原がその胸や敬意をオタポルのインタビューで答えた、他、フル 3DCG でのリブート作品、風雲神大将軍リブートを制作するため、キックスターターによるクラウドファンディングに入っていることを明かしている。2013年12月26日に公式サイトが開設され、概要やスタッフ、キービジュアル第一弾がそれぞれ公開された。2014年3月5日には、 東京 MX での放送開始予定日、メインキャラクター設定、メイン声優、イメージボードがそれぞれ発表された。同年3月19日には公式サイトがリニューアルされ、東京 MX と各局での放送日時が発表された。同年3月22日、23日にはアニメジャパン2014内の角川ブースで企画、原案を担当した笹原和也、 オープニングテーマを歌う、キーコ、エンディングテーマを歌うゾウゴウサイコが登壇し、MC をグリードカットセーラエミが務めるトークショーが開催された。また、同年3月29日には、東京都内某所でキーコとゾウゴウサイコに加えて百女役の声優のおぎわら、ひが登壇し、MC を白石みのるが務める放送開始直前、スペシャルイベントが開催された。鬼神と読む。 日本古来の巨大ロボット。2009年3月18日に開催された東京国際アニメフェア2009のアニマブースで各メディアへの発表が行われると同時にアニマの公式サイト内へは紹介ページが開設され、笹原和也の原案と滝川レンジの執筆による小説の連載も開始された。イラストレーションフィギュア小説漫画ドラマ CD アニメーション 3DCG の新、王道メディアミックス企画作品という触れ込みのもと、イラストレーションを山下俊也、アニメーションをアニマ、フィギュアを山和がそれぞれ担当していた。特に、ヒロインの服部キリコについては、巨乳の才女にして、くの一という設定からも注力されており、山和では山下の描き下ろしイラストを用いたおっぱい、マウスパッドがフィギュアと、 並行して制作された上、2010年3月25日に開催された東京国際アニメフェア2010のアニマブースでは歩行するキリコの全身を回り込むように映していく 3DCG も発表されたが、同年12月31日付で笹原がアニマを退社してイーラカへ移籍したことに伴って企画は終了となりアニマの公式サイト内の紹介ページも後に 消去された。ありがとうございます。